YouTube ランキングチャンネル。 YouTube ランキングチャンネル、今回のテーマは猫紹介動画です。可愛い猫の動きに癒される視聴者も多く、再生数が多い動画も数多くあります。猫の魅力がふんだんに詰まったチャンネルを今回も独自視点で選抜5選紹介していきます。それでは早速今回の YouTube ランキングチャンネルスタート。1つ目はもち丸日記です。登録者は2022年2月現在167万人と非常に多くの方が登録しているチャンネルです。名前の通り、猫のもち丸と飼い主が遊んでいる様子が毎日配信されています。編集はシンプルで字幕も淡々としているのですが、余計な編集がない分見ていて飽きない構成になっています。コメント欄を見ると毎日の成長を楽しみにしているファンも多くいるようです。2つ目に紹介するのはまりもとまるです。三毛猫のまりもと、ゴールデンレトリバーのまるの日常が見られます。その他にも登場する猫もいて、日常の癒しがそこにあります。毎日投稿されており、2020年に始まったチャンネルでありながら2年経たずに累計再生回数1億回に迫る勢いです。飼い主さんも顔出ししており、飼い犬、飼い猫への愛が感じられる動画が多いです。3つ目はスコスコポコ太郎アンドウマ児童猫ちゃんねるです。タレニミスコティッシュゴールドのパパ猫ポコ太郎とタチミミのスコティッシュゴールドのウマ二郎の配信が見られます。スマホ用のカレンダー壁紙を用意していたり、他の猫 YouTuber との交流など配信者の方のまみさが伝わります。インスタグラムやツイッターなどの更新をすることで多くの人に愛されるチャンネルになっています。4つ目は感動猫動画です。ここまで紹介してきた猫動画のチャンネルと少し違うところは、この感動猫動画では野良猫を中心に紹介しているところです。街中にいる猫を動画に収めて配信しています。猫島と言われる猫がたくさんいる島を訪れた際に猫が集まってくる動画は、なんと3700万回も再生されています。様々な場所を訪れてはいろいろな野良猫をピックアップしています。本当にいろんな猫がいるものだなぁと感心してしまいます。今回最後に紹介するのはまんまる猫つむチャンネルです。生まれた直後のスコティッシュゴールドの成長記録を見ることができます。1回の動画も3分から5分のものが多く見やすくなっています。つむちゃんが妊娠中、そして子猫の出生時直後からも動画で追っているので、赤ちゃん子猫が好きな人はきっと夢中になって見てしまうでしょう。今回は5つの猫動画を扱っている YouTube チャンネルを紹介しました。猫を扱う動画は再生数も一定期待できることもあり、本当に多くのチャンネルがありました。これらの動画から見始めると、いろいろと人気の関連おすすめ動画も出てくるので、自分に合うチャンネルを見つけてみてくださいね。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録もお願いします。他の意外なチャンネルランキングも紹介しているので、ぜひ見てください。